いつもご視聴ありがとうございます。今回は号外でクリエイターズマンスセミファイナリスト特集第4グループ版をお送りします。まずは第4グループのセミファイナリストの皆さん、ご選出おめでとうございます。前回と同様にセミファイナリストの皆さんにご覧のような内容を取材させていただきました。セミファイナル最終回はついに全員からコメントをいただいています。ありがとうございます。11月29日の0時から投票が始まる第4グループの靴はご覧の通りです。カラフルで可愛い感じの作品とシックなイメージの作品、作風も二極化していますし、日本のクリエイターさん4人が大集合、それに加えてアグレット小沢の有名プレイヤー2人が勢ぞろいと、始まる前から混戦が予想される最終グループとなりました。皆さんの一押し作品やクリエイターさんを見つけるお手伝いになればと思います。準備の都合上、こちらの画像の順にご紹介させていただきます。まず一つ目はオーラスターさんのテイクオーバーという作品です。はい、オーラスターコングラチュレーションズ、セミファイナリストにご選出おめでとうございます。オーラさんのツイッターに投稿されていたポスター画像でご紹介させていただきますね。こちらのポスターはパパミルクさんが作ってくれたものですね。私の感想ですが、何と言えばいいのか、ゲーム内に自分の靴があるなんて想像もつかなかったんです。確かに体験してみるとシュールですし、苦労した分いいご褒美になりますね。私の靴は可愛らしさと不気味さが混在しているような気がします。そこにいるブロブたちは気分を明るくしてくれるような目をしていますが、それでも彼らは意地悪であることを証明しています。ということで、色味からもダークな可愛らしさかなとは思っていたんですが、この子たち意地悪なんですね。ロゴマークのところのにっこり顔好きなんですけど、でも確かにかかとのところにハザードとか立ち入り禁止のテープが貼られています。可愛いと思ってしっかり近づくなっていうことでしょうかね。特にこれといって宣伝はないのですが、私のデザインを気に入ってくれたり、私の靴を買ってくださる人、皆さんに感謝したいです。では次の靴のご紹介です。2つ目はジュンノボーさんの作品アイダイです。ジュンノボーさんセミファイナリストにご選出おめでとうございます。ジュンノボーさんは日本のクリエイターさんですね。アイダイの名前はダイが染めるで、アイは藍色の藍、つまり藍染めのことですね。またもやラッキーパンチが当たった感じです。7月末に採用されたアイダイ NW という靴があり、そのシリーズ化狙いで集めていた資料から発送しました。参加賞でももらえないかなという邪心で手を動かしましたが、24足に選ばれるとは思っていなかったので、発表の投稿を見た時は驚きすぎて、おっさんの心臓には負担が大きすぎました。普段 SNS 活動などできていない中で、自分の投稿に反応していただいた方々に感謝いたします。ありがとうございます。藍染めに刺し子をした丈夫な布はハードウォッシュに耐えうることや、洗うたびに色が抜けていき、表情を変えることで愛着が湧き、靴を長く履き続けることができるということが、ロッチのエコロジーコンセプトに合致するのではないかと考えています。ということで、以前にもクリエイターズドロップでアイダイの靴に見覚えがあるなと思った方も多いかもしれません。アイダイシリーズ2足目となりますね。刺し子は刺繍の装飾目的だけではなくて、もともとは東北地方で厳しい寒さをしのぐための防寒や生地の補強として行われたのが始まりだそうです。藍染めも刺し子も物を大切に長く使う日本らしいエコロジーで、ジュンノボさんがおっしゃる通り今大会のコンセプトにぴったりですね。イラストが不得意分野であり、なかなかボリュームが出しにくいですが、素材と色分けやステッチなどで自分の好みを反映できたらいいなと始めたデザインショーケース投稿なので、そのまま続けていこうと思っています。靴本体のデザインにも挑戦していこうと考えています。忙しくなると不定期にはなりますが、見かけた時には何らかの反論をしていただけると制作意欲も湧きますので、よろしくお願いいたします。では次の靴に移りましょう。3つ目はぴょん吉さんの作品ドーナツです。ぴょん吉さんセミファイナリストにご選出おめでとうございます。ぴょん吉さんもお名前でわかると思いますし、クリエイタードロップでもおなじみですけどね、日本のクリエイターさんです。絶対に選ばれたかったので、睡眠時間を削り12作品を応募しました。選出されて本当に嬉しいです。
環境問題やエコに関するデザインも投稿しましたが、選ばれたのは私が好きだからという理由でデザインしたドーナツでした。大胆で見た目が華やかなデザインにしたかったので、アメリカのドーナツ店に並んでいるようなボリュームがありカラフルなトッピングがかかったドーナツのデザインにしました。ストロベリーチョコが溶けてロッチのロゴマークの上に垂れているのがお気に入りです。ピョン吉さんはカラフルで可愛らしいデザインが特徴ですが、今回のドーナツも非常にポップで目を引く靴になっていますね。チョコレートのツヤ感が秀逸ですよね。カラースプレーっていうんですかね、このトッピングされているカラフルなチョコと靴ひもを通すハトメのところが色がちゃんとリンクしているんですよね。靴の生地の感じなど細かいところまでこだわりが見える作品です。見るたびにお腹空いてしまうかもしれませんが、棚が明るくなるようなドーナツ、皆さんもお一ついかがでしょうか。クリエイター仲間の皆さんや応援してくださる方々のおかげでクリエイター活動をやってこれました。本当にありがとうございます。これからもスキルアップを目指し頑張ります。デザインショーケースにも作品投稿していますので応援よろしくお願いします。では次に4つ目はエクスポージーさんのパッチワークという作品です。はい、エクスポージーコングラチュレーションズ、セミファイナルにご選出おめでとうございます。エクスポージーさんはアメリカのクリエイターさんですね。当選したことがとても嬉しくて感激しています。昨年も自分の靴を持てましたので2年連続の入選となりました。正確には何と言っていいか分かりませんが、ただ見た目が面白い靴を作ろうとしただけなんです。ということでとってもシンプルなので、少しデザイン画像に書かれていた文を補足させていただきますね。このパッチワークデザインはバンズのオールドスクールファクトリーフロアという靴に強くインスパイアされています。様々な素材や色を組み合わせて面白いデザインになっていますとのことです。これだけたくさんの柄や色を使うとうるさくなりそうなものですが、チェックと無地をうまく組み合わせてあるのと、色が落ち着いているので全体として綺麗にまとまっていますね。秋冬のファッションに似合いそうな可愛い靴です。そして次の宣伝は私の靴を買ってくださいとこんな感じでクールなエクスポージさんなんですが、実は私のチャンネルもだいぶ初期の頃に見つけてくださっていて、今までアグレットでこういう風にコンスタントに動画作ってくれる人がいなかったから本当にすごいよっていう風に激励してくださってたんですよね。一見クールですが、アグレットにかける思いは人一倍強いエクスポージさんの温かみのあるデザインを一ついかがでしょうか。では次に5つ目はパンナコッタさんの作品セイブザシーです。パンナコッタさんセミファイナルにご選出おめでとうございます。パンナコッタさんも日本のクリエイターさんです。先日のゲストクリエイターとしてもご紹介させていただきましたし、クリエイターズドロップでももうおなじみの方ですね。こんな素敵なイベントがあるなんて知らなかったので参加できて光栄です。またセミファイナリストに選んでいただいて感謝の気持ちでいっぱいです。ロッチさんが海洋プラスチックなどをリサイクルしてスニーカーを作られているということを知りました。海を守ることで海の中の生き物が心地よい環境で安心して過ごせる未来をイメージし、魚の楽しそうな雰囲気や水の透明感にこだわりデザインしてみました。ということで透明感、まさにこの靴を言い表すのにぴったりですね。綺麗な水の中で元気に泳ぎ回るクマの実が可愛らしいです。元気いっぱいで靴から飛び出ちゃってますね。イエローサブマリンを思わせるようなロッチのロゴや靴ひもの黄色が鮮やかです。潜水艦の中から海の中を覗き見ているような楽しい作品となっています。ご本人からは3つ目の宣伝の項目は特になかったんですが、ゲストクリエイターインタビューの中でも詳しくご紹介させていただいてますので、ぜひご覧ください。 LINE スタンプやすずり、オープンシーでの作品販売もされていて、各種リンクは概要欄にも載せています。それではいよいよ最後の靴です。こちらはアグライフさんの作品カクタスです。アグライフさんセミファイナリストにご選出おめでとうございます。アグライフさんもブログやツイッターでご存知の方も多いと思いますが、日本のクリエイターさんです。最初にディスコードにデザインを投稿したのが10月5日で、試行錯誤で約1ヶ月地道に絵を描き続けました。私のスニーカーがロッチコラボの大きいイベントに採用されるとは思わず、びっくりするとともにとても嬉しく思います。スニーカーを作る上でサステナブルな生地は何かを考えた時に、植物由来のビーガンレザーだと考えました。
数種類あるビーガンレザーの中でも高級ブランドの使用に最も適すると言われるのがサボテンレザーです。実際に履けるような靴ということも意識しました。バッグに描いたサボテンを除けばこのまま IRL になっても差し支えないデザインかなと思っています。見ているだけで熱くなるような灼熱の太陽に照らされたサボテンとサボテンレザーを使った靴の素材感を感じていただければ嬉しいです。サボテンに目が行きがちですが、この靴の素材自体もビーガンレザーであるサボテンレザーがデザインに使われているんですね。優しい風合いが素敵な素材です。前から太陽の光に照らされている感じ、よく表現されていますよね。光に向かってお花を咲かせているサボテンも可愛いです。アグレットに特化した専門ブログアグライフを運営しております。主にアグレットをこれから始める人や始めたばかりの人向けに書いていますので、一度覗いてみてくださいね。そして新たな試みである NFT コレクションやさぐれが発売中。やさぐれたいたぐれを中心に様々なワンちゃんがこれから登場します。この動画の公開とともにやさぐれと日本最大級アグレットコミュニティアグレットジャパンの管理人レニが描く恐竜 NFT リノレニーとのコラボ NFT が発売されます。それぞれのページで3体ずつ合計6体が 0.01 イーサリアムでリリースされます。そしてそのうち2体はミンアグさん仕様になっています。お知り合いの方も一元さんもぜひチェックしてみてください。ということで私もびっくりしたんですが、ヤサグレとディノレニーどちらも1体ずつミンアグ仕様の子を作っていただいたそうで、とても楽しみにしています。光栄ですね。この動画が終わるのと同時に発売されるそうですので、ぜひ概要欄のリンクから飛んでみてください。さて今回もセミファイナル作品とクリエイターさんのご紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。このセミファイナリスト特集も無事最終回となりました。インタビューに応じていただいたクリエイターの皆さん、そしてご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。それぞれのクリエイターさんにどうぞ皆さんからも応援をよろしくお願いいたします。それからこのセミファイナルに選出された24足の靴はコレクション対象になっています。このコレクションの完成期限は11月30日の22時59分までとなっています。揃えたい方は忘れずにそれまでにゲットしておくようにしてください。コンプリート報酬としてティア2のゲーム内スニーカーがもらえます。私もあとこの第4グループの6足のみとなりました。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット週間を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。第3グループ勝者のフリースターズさんのユートピアを履いてみました。ロッチのリサイクルプラスチックのキャップに南国っぽいシャツ合わせてみたんですけど、派手すぎかな。